青山会は民主党のグループ、通称タルトコグループ。鳩山幸男内閣総理大臣、民主党代表の辞任に伴う2010年6月、民主党代表選挙でタルトコンジを支持した議員らを中心に30名が参加し、2010年10月4日に発足した。グループ名は、月星の監視の人間至るところ青山ありの区に由来する。毎週木曜日に、 定例会を開いていた。同代表選後の党役員人事で渡るとこが国会対策委員長に就任した。2011年1月14日に発足した間、第二次改造内閣では、松本武明が外務大臣として初入閣した。8月の代表選で渡るとこが出馬に意欲を見せたが、野田義彦と前原誠二の候補者一本化調整に埋没して断念し、 たるとこが、青山会を野田支持でまとめようとしたことに、異論も出たため、自主投票の方向となった。同選挙後の党役員人事で渡るとこが、幹事長代行に就任した。2012年9月の代表選では、青山会として、野田再選を支持し、10月1日に発足した野田第三次、改造内閣で渡るとこが、総務大臣、三井弁優が、 厚生労働大臣として初入閣したが、12月の第46回衆議院議員総選挙で、松本と劉博氏以外は落選し、議員グループとして消滅した。その後、事務局長を務めた笠が2014年4月の細野派結成に参加、幹事長を務めた松本が2015年11月に、民主党を離党、会長を務めたたるとこが2016年4月に、 民進党を離党するなど、旧幹部の離散が相次いだ。議員グループとしての消滅後も、政治団体としての青山会は休眠状態のまま残っていたが、2020年12月11日に解散が届け出られた。は、ぶっこ者。ありがとうございます。